大阪大学タンパク質研究所のクリスです我々はタンパク質の形を集めたデータベースプロテインデータバンクを作っていますタンパク質は千差万別ですタンパク質の形を知ることは重要で薬やワクチンの開発にも役立ちます代表的な新型コロナウイルスのタンパク質の形を集めた特集ウェブページを作りましたこの中に入っているいくつかのタンパク質の形をお見せいたします これは電子顕微鏡で決定された新型コロナウイルスの粒子全体の形ですこのようにボタンをクリックすることでこの粒子はスパイクタンパク質と呼ばれる表面の突起状の部分膜とその内側にある RNP RNA とタンパク質の複合体の3つからできていることがわかりますこのうちスパイクタンパク質は、えー、感染に にあたって非常に重要な役割を果たします。またこの内側にある緑色の RNP にはウイルスの遺伝情報が RNA として蓄えられています。このページではタンパク質を作る二0種のアミノ酸について基本的な事柄を説明します。まずタンパク質とはいろいろなアミノ酸が一律に並んだひものような分子だと考えてください。アミノ酸は全部で20種類あります。このように 大きさや形はいろいろで、水に溶けにくいアミノ酸、溶けやすいアミノ酸などいろいろなものがあります。また、イソロイシンは I、バリンは V のように、各アミノ酸に一文字のアルファベットが与えられています。各アミノ酸を一文字のアルファベットで表されるので、例えば、以下の八つのアミノ酸からなるタンパク質は、八文字の文字列、S、A、V、L、Q、S、S G、F で表すことができます。 この文字列をアミノ酸配列と呼びます。新型コロナウイルスのスパイクタンパク質は、とても大きくて、1273個のアミノ酸からできています。これを1アミノ酸を一つのアルファベットで書くと、このように1273文字のアミノ酸配列になります。次に、N501Y という変異について考えてみましょう。これは、501番目のアスパラリン N がチロシン Y に変わることです。 五百一番目の N は、この青い部分のこの N です。N501Y とは、この青い N がチロシン Y に変わることです。これが元のスパイクタンパク質のアミノ酸配列。これが N501Y の変容を受けたスパイクタンパク質のアミノ酸配列です。この部分、この一文字だけが違います。これはわずかな違いですが、アスパラギン N とチロシン Y では、そもそもかなり形が違います。また 後で説明するように、501番目の N は、ちょうどスパイクの先端部分で、感染するときに人のタンパク質にくっつく大事な部分です。それで、この変異 N501Y で、感染力が大きく変わると言われているのです。これが、ウイルスの突起因相当するスパイクタンパク質です。この下の赤い円盤が膜です。スパイクタンパク質は、 三本の全く同じタンパク質からできています。それをここで A 差、B 差、C 差と呼びます。感染するときは、先端にあるこの受容体結合ドメインが重要な役割を果たします。また、受容体が結合した後、頭の S1 と呼ばれている部分が切断されて、 離れることが分かっています今ここに2つのスパイクタンパク質が示されていますこの上に人の細胞が近づいてきてこのように ACE2 と言われる人の受容体タンパク質がスパイクタンパク質と結合しますこれによって感染が進みますこの上の青い円盤は 人の細胞膜です下がウイルスの膜ですこのように受容体とスパイクが結合した後感染が進むと最終的にはウイルスの膜と人の細胞膜は近づいてきて融合してしまい感染が進むことになりますウイルスが侵入すると人の免疫システムは抗体というタンパク質を作り出します これが抗体の一種です。この抗体タンパク質はこのようにウイルスのスパイクタンパク質に結合することでスパイクが人の受容体タンパク質に結合することを邪魔します今ここに3つの抗体がついていますが抗体には非常に多くの種類がありそれぞれ結合部位が少しずつ異なります例えばこの別の抗体は また別の場所に着きます先ほどの抗体とは違ってこの場所に着きます抗体は普通はウイルスに感染した後に作れるようになりますがワクチンを打っても同じような効果があります現在使われている RNA ワクチンの多くはこのスパイクタンパク質全長をコードしている RNA を使っています RNA ワクチンを注射すると RNA からこのようなスパイクタンパク質がたくさん作られます。すると、人の免疫システムが動き出し、スパイクタンパク質に結合する抗体をたくさん作れるようになります。抗体の多くは、スパイクが人受要帯タンパク質に結合するのを邪魔するので、感染や病気の進行を防ぐことができます。新型コロナウイルスには、多くの変異体があり、 アルファ株やデルタ株などと呼ばれていますこれらの変異体は、主にスパイクタンパク質のアミノ酸の変化で特徴づけられます例えば、アルファ株の N501 は、この赤い玉の部分に相当しますこの場所は、ちょうど先ほどお示しした人の受容体 ACE2 との結合部位に相当しこの変異によって、受容体と結合しやすくなる可能性があります また、抗体の結合部位とも近いため、この変異によって抗体との結合にも関係するかもしれません同じように、デルタ株の T478 も ACE2 との結合部位に相当します一方、デルタ株の P681 は、受容体や抗体とは遠く、結合には直接関係しないと思われます しかし最初にお話したように、感染が進行するには S1 と呼ばれる頭のままの部分が切断される必要があります。この切断部位がこの緑色の玉の部分に相当します。P681 はこの切断部位に極めて近いため、頭部の切断が変異によって起こりやすくなるのかもしれません。いかがでしたでしょうか。 この動画でお見せしたウイルスのタンパク質の形は皆さんのパソコンやタブレットでもじっくり見ることができます。ぜひ Web ページにアクセスしてみてください。ウイルスのタンパク質の形を見て新型コロナウイルスをどうやって撃退すればよいか一緒に考えてみましょう。